さてと、やってきましたね、中部国際空港。いやいやいや、どうなのかな、コロナでね、どれぐらい混んでるのかなと思いましたけど、まあほぼほぼ満席で、がっつり混んでましたね。で、ターミナルこっちの方なんでね、うちが今ターミナルっていうとあれですけど、うちはね、皆さん、ここにおじゃられる方でもやっぱキャリーケースも大量に持ってね、それは当たり前です。中国際空港なんか、それは空港に用事のある人がね来るところですからね、あれですけど、ね、私が用事があるのはね、残念ながら空港じゃなく、このまま中行きじゃなくて改装になるのか、じゃなくてここで折り返しのあれか、清掃とかを行って折り返して名古屋行きの駅になるのかな、30分、ちょうど30分ぐらい着くんですね。便利ですね。まあ、道中ももう神宮前かな、ね、からはもうノンストップでずっと来ますからね、早い、やっぱ言うて早いこれ。普通の特急と違って、その大田道とかにあなたに全部飛ばしていってくれますからね、あっという間に着きます。で、道のところ、これね、ここね、にくいな、よくないな、仕方ね、安全上ね、あのシールドが貼ってありますからね、ターミナルですね。さあ、やっとこの旅が始まった感じがしますね。やっぱうちのところはね、端っことなんて始まらんからね。で、1回出るか、ここ全部ね、あの閉まってますからね。ここは何、こんな休憩スペースあるんです、待合所みたいな。基本的に全部インルームなんでね、快適ですよね。で、よいしょ、今回ねフリーキップですからね、もうバカバカ出れますからね。電車で来るの十何年ぶりとかって出てるかもしれない。10年どころじゃねえや、ですね。車ではね、送迎やだでちょいちょいと来たことがあるんですけど、迎えに来てとかっていうので、こんな感じで、もう駅だとね、もうそのまんま国内線の、いわゆる空港のターミナルにね来ますからね。まあ、どちらかというとターミナルって言うとね、こっちのイメージが強いですけどね、英語の意味ではあっちのターミナルもね普通に使われるはずなんですけどね、で、こっちが国際線、国内線、国際線と分かりとってね、第一ターミナルで、飛行機乗らないんでね、あんま詳しくないんですけど、ただ今日はやっぱし言うて混んでますからね。さあ、こっからどうするかなんですよ。ここからね出るのはほぼほぼ特急かね、ミュースカイで、一般車両があんま来ないですからね。もうすでにこれで890円ね、元取った感じがありますけど、で、普通に考えると次、宇都宮港湾の方に行くわけですけど、それね、まあ見ての通り、一回こ普通にね、電車で行こうと思うと大阪湾まで戻らないといけないんですよね。どうしようかなと思ったんですけど、一旦ね、常滑まで行こうかなと思います。常滑からはちょっと考えようと思います。まあどっちにしろ、歩きようはない、2駅ですけどね、ここ島なんでね、ここで歩きで、行くことができないんで、まあ、どっちにしろ電車には乗らないといけないのはいけないんですけどね。こう、常滑だったら多分特急で止まるよね。大丈夫ですね、特急止まるんで、ミュースカイじゃなくて大丈夫でしょう。とりあえず普通ならね、こっから中に入ってね、いろいろとターミナルを取ったりするところなんでしょうけどね。一応土産物屋さんとかもね、一通り全部通ってますからね、あれですけど、さあとか、
あっちの方のやつは第2ターミナルになってるらしいですからね。第2ターミナルはこっちの、奥ずっと行ったところ、結構離れてるんじゃなかったっけな。で、あとはね、高速線で行くっていう方法もありますかね。通過がね、出てるのも今はもうちょっとコロナの影響で出てなかったかもしれませんけどね。ね、ミュースカイね、初めて一応乗ったんですよね。やっぱ快適でしたね。で、面白いのはやっぱし、あの、空港特急ということでね、近鉄ってね、観光特急、ビジネス特急とありますけど、空港だけはね、ないんですよね。そう。なんだかで、やっぱね、空港特急特化してるなと思ったのが、あの、税関の、あの、要は、航空搭載可能品の、あの、案内ですね。あの、要は、あの、手荷物検査とかで、その、大丈夫な、やつの案内とか、こういう風にしてくださいみたいな案内が、前のね、液晶のところに流れたりしていたんで、あ、この辺りはだいぶ空港特急っぽいな。あと、まあ、やっぱ荷室が広いですよね。うん。まあ、皆さんね、あんな感じで、あの、まあ、キャリーバッグをね、ガンガンやっぱし持って張りますからね。そりゃね、特に今日なんて連休でね、今から、海外はさすがに、でもやっぱ見てると国際線は少なそうだな。ですけど、やっぱ出かける方がね、ほとんどでしょうからね。さあ、47分の岐阜行きに乗ったらいいか。ああ、まあまあ時間あるな。そうすると、あと、15分以上あるな。20分近くあるな。うん。まあ、じゃあ、ちょっと見ていくか。で、真ん中は準急ですね。ライブ停車駅が奥になってたから、新金井の方に行くやつか、B の、いろんな方面に行きますけど、やっぱ、あ、次のやつは、そうか、名古屋止まりなんですね。すごいですね。で、もう泊まる駅も、本当にストーンと飛ばしてきますからね。快適ですね。距離的に言うと多分四日市よりもありますもんね。まあ、せっかくなんでちょっとフラフラしましょうか。どこから滑走路の方とか見えないのかな。こっちの方から行ったらあれかな。あ、普通の方行くやつ一応まだあるんですね。走ってるんですね。まあ、だいぶ2時間に1本ぐらいになってるみたいですけど。でこっちの奥から行くと高速線そのままストーンと行けるみたいですね。で、こっちにはちょっとしたテーマパークみたいなのがあるのかな。まあ、駐車場も広いですけど、まあまあ満車ですよね。まあ、やっぱ車移動の方がメインですもんね、こっちは。まあ、ここなんてターミナルに近いですから、もうぎっしり回ってますよね。どっかから空港を移せないかな。第二ターミナルは結構離れてんだな。でこっちには国際天気をね。はいはいはい。でここから先に行くと、で、この、なんか、フライトパークがあって、で、その奥にね、第二ターミナルっていう感じであるみたいですね。やっぱりあれですね、47分のあれやから、言うて、そろそろ戻って準備しないといかんな。第2ターミナルまで行っとったら乗り遅れそうやから、そのまま一旦戻りましょうか。何しに来たんだ俺は。第1ターミナルから繋がってんの。そのまま
中を通っても行けるのは行けるんですね。まあ、こっち結構吹きさらしなんで結構冷えますからね。うん、塩外貨業界とかもやっぱできるようになったら、まあ、この辺りを指す場所あれですよね。こっちだと端っこの方まで来るとちょっと駐車場もまだ空きありますね。普通に第2パーキングとかは普通に空いてるし、一部満車になってないですもんね。やっぱり例年よりはやっぱし国際線の量が多分全然ないでしょうからね。その分やっぱり少ないのは少なそうですね。まあでも里帰りっぽいね、こっちに帰ってきましたよって感じの人もやっぱ多いですね。まあ半分やっぱりビジネス客かなっていう方は少なそうですね。まあ本当ホテルも増えましたね。あちこちにありますもんね。これハーゲンダッツの自販機もあるんですね。クルーズだもんやってんだ。23みんなどうって言ってたんだ。普通ならね、そういうところを紹介するのがね、旅行系の醍醐味な気もしますけど、うちは47分でしたというね、もう、大気名簿を完全に忘れた。さあ、とりあえず、もう言うてまあまあいい時間になってきましたらね、岐阜行きの特急を待ちましょう。3番乗り場に特急、これで分かれてるのかな。よいしょ。ああもう来てますね。この特急に乗っていけば行けますよっていうことで、こっからやったらあれかな。あれやと思わなかったですよ。サムネイル用にねちょっと買ってきましょうからね。電車を取りませんからね。豊川はまあターミナルも一応できましたね。あ、外から取ればいいか。一部特別車なんでもう一般車の方に乗ってきましょう。よし、あこれならいい感じで取れそうですね。ターミナルで、でこっち側が特別車やから奥の方じゃいいか。まあイメージとして赤いのは一部特別車なんですけど、青いのやと自転車特別車っ